はい、こんにちは、ちくばつかさです。今回なんですけども、コップのふちこ、ハートチョコ、ということで、今回このガチャガチャやってきました。で、僕ね、コップのふちこ大好きで、こんな感じでふちこさん集めてるんですけども、今映ってんのはね、ほんまにちょっと手元にあるやつだけ持ってきたんで、ほんまね、もっと持ってるんですけども、で、まあ、もうすぐね、バレンタインやいうことで、コップのふちこも、こんな感じでね、バレンタイン仕様になったいうことで、回してきました。それではね、早速、ラインナップの方見ていきましょう。はい、まずね、型がね、まあ、二つあって、で、キューピットのふちこっていうやつが、チョコレート、ホワイト、ピンク、このね、三種類あります。で、もう一つのね、ハートキューピットのフチコ。これもチョコレート、ホワイト、ピンク、3種類。だから、型は2つ。で、色はチョコレート、ホワイト、ピンクの3種類。で、まあ、計6種類ですね。で、まあ、この中でのね、狙いなんですけども、全部可愛い。でもね、まあ、特にね、可愛いなーって思ったのが、このね、ホワイトキューピットのフチコ、ホワイト。この子可愛いですね。なんか、ほんまにね、天使って感じで。はい。じゃあね、今回はこのハートキューピットのフチコホワイトを狙って、早速ね、開けていきましょう。はい。ポン。さあ、何かな。お、白や。白や。え?あ、あ、違う。キューピットのフチコホワイトが当たりました。はい。惜しかったですね。まあ、白っていうのはね、石だったんですけども、こっちがね、出てしまいました。はい。でもめっちゃ可愛いですね。なんか、ね、めっちゃ天使。じゃあ早速ね、袋から開けて詳しく見ていきましょう。はい。キューピットのフチコホワイトです。うわ、めっちゃ可愛い。もう弓矢持ってたり、で、まあ、翼生えてたりしてね、もうほんまに天使ですね。いやー、まあ、いつからフチコさんって、こんなメルヘンチックになったやろ。で、なんか全体的にね、こうやって光ってるんですよ。なんかパールカラーっていうかなんか、ほら、ね、これもなんか神々しくていいですよね。で、ほら、翼の部分も、もう翼って感じで、ね。ね、すごい。はい。んでね、まあ、フチコお約束の、このね、パンチラ。これも健在です。ね、ほら、純白のパンティが見えますね。もう、いつも以上に見えますね。めっちゃやらしい。はい。んでね、まあ、他のフチコと一緒に、こう、フチに並べてみるとね、こんな感じですね。はい。もうね、なんか全然世界観が違いますね。他のフチコと。ねえ、まあ、このね、従来のフチコさんたちは、日々ね、オフィスで、もうストレスを抱えている女の子なんですけども、このね、キューピットのフチコはね、もうなんかフライアウェイって感じで、めっちゃ自由って感じですよね。あー、こんな子が目の前に舞い降りてくれへんかな。僕はね、今年のバレンタインも、キリアで過ごします。はい、今回はね、コップのフチコ、ハートチョコをやってきて、このね、キューピットのフチコホワイトが当たりました。ほんまにね、このフチコ、かわいい。ねえ、もう目の前に舞い降りてほしいわ。もうこれシークレットでええやろ。ねえ。で、まぁ、今回ね、狙ってたこのハートキューピットのフチコホワイト。これね、ちょっと残念ながら出てくれなかったんですけど、まぁ、バレンタインまでね、まだ期間はあるいうことで、ね、次こそはこのハードキュービットのフチコホワイトを狙ってまた回していきたいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、のリクエスト、あと質問などね、どんどんお待ちしております。あとサブチャンネルの方もよろしくお願いします。そちらはエンドロールにありますリンクか、下の説明欄のリンクからお願いします。それではまたお会いいたしましょう。ちくばつかさでした。バイバーイ。みんな飛べないエンジェル。